本命、ようやく王。夜と霧。著者、ビクトール・E・フランクル。本の概要。ナチスの強制収容所での経験をもとに、人間の存在意義と精神的自由を説く名著。苦しみの中でも希望を見出す方法とは何か。ロゴセラピーの基礎を示す。押さえておきたい3つの重要なメッセージ。人間はどんな状況でも自分の態度を選ぶことができる。それが人間の最後の自由である。人間は自分の存在に意味を見出すことで、苦しみに耐える力を得ることができる。それがロゴセラピーの核心である。人間は未来に向けて生きるべきである。未来に対する責任感や目標感が、人間に希望と活力を与える。まとめ。苦しみの中にも意味がある。人間は自分の態度でそれを見つけられる。今回の動画が参考になった方は、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。